NHK 受信料割増金を見送りへ。本日政府与党が NHK の受信料を支払っていない世帯から割増金を徴収できる制度の導入を柱とした放送法の改正案について今国会での成立を断念し廃案とする方向で調整に入ったことが明らかになりました。こちら原因といたしましては先日作覚者富士テレビの外出制違反の問題に関連し 放送法の見直しが進められているため、秋の国会に提出し直すとされておりますが、この NHK、現在、処理水や軍艦島などに関して非常に悪質な変更報道を繰り返しているという問題が続いてしまっており、このような問題が抜本的に解決されるまでは、 受信料制度の見直しは控えた方がいいんじゃないでしょうか。日本政府には、自民党には、こういった受信料制度の見直しについて、NHK の抜本的な問題解決と引き換えとする形で、せめて実施していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、 ありがとうございました。